はい、心の心の続きからやっていきたいと思います。前回はあれですね、冬のエリアに戻ってきて、なんだっけ、どんぐりだっけに報告に行くよみたいなとこで終わったかなと。そうだよね、なんかね、風邪ひいてんのよ、あの子がね、蜂の子がね、よいしょ。なんでなんで降りちゃったの、嫌になったのかな、やっぱ私帰るわみたいな。割とゆうたちゃんね、意志強いですからね。聞いて、どんぐりさん、オーニーのことなんだけど。何？オーニーは病気だと、彼女のことだ。無理して仕事をしていたんだろう。よし、彼女にはいつも世話になってるからな。風も一気に吹き飛ぶ元気の出るケーキを作ってやろう。さすがどんぐりさん、そんなケーキが作れるなんてすごいわ。私も何か手伝わせてほしいな。そうか、それならチョコレート、チョコレートを調達してきてくれんか。チョコレートは魔法のお菓子だ。栄養もたくさん詰まっているから弱った体にはぴったりなんだ。そうなんだ。分かった、探してみる。すまんな。確かこの地域には食べられる岩があった。それなら質のいいチョコレートが取れるはずだ。食べられる岩？そんなもんありました？確実にここではないよね。ここではないと思う。でも冬の、いや、あれ、小道の方に行ったらなんか、でもチョコレートなんてあったかな。チョコレートとりあえず行こうか。ここでいいのかな。違ったら終わりね。チョコレート、チョコレート、でもなんかあれでしょ、なんか岩でしょ、岩ね、岩、あれじゃない、光ってる光ってる、違ったんだけど、秘宝秘宝違いました。これ何、これ関係ないよね、まだね。どこだ、そんなのある、チョコレート、あ、これは、あ、なんか待って、あ、でも持ってるかな、メロンチェリーでしょ、これじゃない、あれ使えねえ使えねえぞ、でもここしかないよね、なんか破壊できるものあります、上の岩じゃないのかな、これはなんか違うくない、これなのかな、ちょっと上行こう、むずこれだと思うんだけどな、使えない、使うっていう概念にならないのか、ならないね。え、チョコレートって持ってないよね、私。ねえ、待って、持ってるんだけど、秘宝じゃない？私、前に爆破してるってこと？ Oh no. だからか、なんか破壊できないなと思ったら、すでに持ってるんだもん。そ
そりゃ無理よね。戻りまーす。ダッシュで戻ります。はい。まあでもこれでね、作れるならいいですよ。よし。なんかこの島に来ると録画ってコードがあれするな。なんでだ。接続が切れちゃうんだよな。え、この島呪われてる？持ってましたチョコレート、はい、渡します。おお、これだこれだ、ありがとう言った。では今からお見舞いのケーキを作る。お前にも手伝ってもらうぞ。マジ？任せて。モーニーは空友だもん、私も頑張らなくっちゃ。偉くない？あ、やばいやばい。ごほごほ、仕事したい。仕事したいよって思えるのすごくない？体調悪い時なんかも仕事したいよなんて一切思わないもん。邪魔するぞ。邪魔するなら帰ってって。どんぐりーさん、言ったらごほごほ。もうにまたお前やめてほしいよって。お前女の子なんだ。もっと自分をいたわらんか。でも私、仕事が好きなの。生きがいなの。お前の仕事ね、審査はみんな知ってる。自分の仕事に誇りを持てるのは素晴らしいことだ。でもな、誰も無理をしてやってほしいと思わん。そうだろう、ユータ。それはそう。ホーニーの蜂蜜はみんな大好きだと思うけど、私は蜂蜜よりホーニーの方がずっとずっと大事だもん。いいこと言うね。あれを渡してやりなさい。はい、どんぐりーさん。これはどんぐりーさんと私からお見舞いのケーキよ。これを食べて元気になってね。私のために作ってくれたの？ありがとう、ユータ。どんぐりーさん。さあ、帰るぞ、ユータ。いつまでも病人を起こしておくわけにはいかんからな。それはそう。大事にね。ありがとう、またね。付き合ってくれてありがとうな、ユータ。これで本人もしばらくは反省にせざるを得んだろう。お前には世話になったからな。わしの心カードだ。受け取ってくれ。もちろんありがとう、どんぐりーさん。これからもよろしくお願いします。もういいじゃない。ね。よし。だいたい集まったんじゃないの？あ、まだか、でも。誰だと。パンダくん？パンダくんって何なんだろうな、あの子ね。あれだ、パンダくんってイベントしたっけ？なんかしたような気もするし、してないような気もするし。よいしょ。何？メールが届いた？風邪治ったよとか？え？バリーとメロリーナの関係は、どんぐりーさんは甘党、オイラって白地に黒、黒地に白、誰でもいいからはっきりさせてよ。おう。結構おうじゃない？どうしたら言ってあげればいいの、とりあえず。メール読んでくれた？白黒つかなくてモヤモヤ。はい？あ、待って、これ何で全部聞いてこいってこと？その書いてあったことを。どんぐりーさんのところにさっきいたのに。甘党かどうかだよね。ちょっと聞いてこよう。そう、行ったり来たりなんだけど、本当に。したと。甘党。でも甘党なんじゃないの？ケーキ作ってるし。あ、でも意外と違うパターンもあるよね。
どんぐりさん、こんにちは。ちょっと聞きたいことがあるんだけど。虫が甘党なのかだって。そんなことを知ってお前さんに何とかがある。パンダ系の知的好奇心を満たすためね。奴には困ったものだな。誰にだって知られたくないことに一つ二つあるだろうに。まあ、はっきりしない奴が嫌いという面ではわしと奴は似た者同士かもしれんな。ちなみに私は甘党だ。そうなんだ。質問に答えてくれてありがとう。まあ、甘党だろうよ。で、戻って。どんぐりさん一個だけだもんね。チェックしよう。バリーとメロリーヌの関係。バリーとメロリーヌの関係？え？チャオ。こんにちは、バリー。ちょっと聞きたいんだけど、メロリーヌと関係ですか？私とメロリーナはいいとこ同士なのです。似てるでしょ。そういう話なの？それでいいの？これだけ？あ、でもこの2つで終わりか。じゃあ戻って話しに行けば多分 OK だよね。二人に聞いてきたよ。本当？ありがとう。俺ら気になりすぎてずっとモヤモヤしたんだ。つら。そして答えは何だった？バリーはメロリーナのいとこだったよ。で、ドングリーさんは甘党確定。ああ、そうだったんだ。いや、すっきりした。じゃあ最後のモヤモヤ、オイラってどっちかな？白地に黒だよね。やっぱりそう思うよね。俺らもそんな気がしてたんだ。ユタのおかげで全部白黒はっきりしたよ。モヤモヤもしなくなったし。まあ、じゃあよかったね。俺らにとっては重要だったんだ。俺らユタと空友になりたい。これもらってくれよ。心カードありがとう。交換しよう。よし、噂の彼が旅行から帰ってきたみたいよ。会いに行ってみたらどうかしら。どこにいるの？これだったっけ。彼が、じゃあ私ユタ、君は？いや、僕はアルポ。たった今に日帰り旅行から帰ってきたところさ。君が噂のアルポくん？そうなんだ、ニヤニヤ。あれ、なんだい、僕の顔に見とれちゃったのか。違います。結構そういうタイプね。いや、見つめてないし、勘違いだから。テリアのところも素敵だね。これからよろしく。仲良くやっていけるかしら。で、
お金の話してたよ、嫌な感じ。お、メール。え、アルポ君が恥ずかしがっちゃってメロのところに来てくれないから、メロから告白してあげたの。今冬の小道で彼を待ってるの。待ってるみたい。どこ？告白だって。アルボ君がシャイなのは分かってたの。でもやっぱり男の子から告白してほしいの。それはそうだよね。え、でも仲だって私にできることある？え、アルボと喋った方がいいのか。アルポ、アルポ。まあ、なんかモテる男は辛いと思うけどさ。ねえ。あ、特になんもない。え？結構メール来てました。アルポくんにとうとう告白してしまいました。ユタには報告しなくちゃと思って。スイーテ島で、彼を待ってます。どっちも待ってるんだ。なるへそ。ちょっと罪ね、あなた。君さ、二人の女の子告白されたでしょ。そうなんだ。帰ってすぐにね。この僕にもようやくモテ期というものが来たらしいね。僕も罪の男さ。そうだよ。どちらが僕にお似合いだと思う？難しいかな。ケロベリーナとメロリーナ。ケロベリーナとメロリーナ。うん。シャイで可愛いよね。じゃあさ、これをメロリーナに渡しといてくれるかい？僕はケロベリーナに会いに行くよ。これはお断り用のチョコさ。僕の代わりにきっぱり断ってきてくれよ。それ、本人が言った方がいいと思うんだけど。ねえ。じゃあ断りに行くのはおかしいって。いや、本当にそうなのよ。おかしいのよ。言っちゃった。でも中にはチョコレート、チョコレートだよね。まあ、なんかもらえればそれで嬉しい人もいるからね。いる？いるな。ギリチョコくれるだけ良くない？でも、正直ね。何もないよりはいいよね。だってね。これ何？そのアルポからお断りしといてって。あ、ひどいの。アルポくん、メロに好きオーラ全開だったの。だから死にたのに。それはどうだろう。しかもなの、自分で断りに来るんじゃなくてユータに頼むなんて。それはね、実際そうよね。人に頼むのよくないわよ。もしかしてアルポ今ケロベリーナのところに行ってるの？言ってるね。呼び捨てになった。そうだね。多分一緒じゃないかな。ケロベリーナはそわともなの。あんなひどい男に捕まらないようにって忠告するの。電話する。それでもう大丈夫なの。え、どうする？一緒に行く？とりあえずじゃあ戻ります。
て。てか冬のエリアあれだね、長いね。アルポがそこの洞窟に入っていったぞ。しょんぼりアルポゾーイ。一人見ウーマになっちゃった。ウーマじゃないわ。一人見ボーイズになっちゃったから。あ、いた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 。おーい、アルポ大丈夫だった?最初はすごくいい感じだったんだ。でも電話の後のせい、なぜかいきなり気が悪くなっちゃって。怒られたり、ビンタされたり、もう何、ビンタまでされたんだ。マジ、ゴージ得よね。自分でお断りいかないからだよ。そっか、それだったんだ。ごめん、ユータ。君にも迷惑かけちゃったね。これ、詫びの印受け取ってくれるかい?お詫びの印はもらえないよ。いいんだ。じゃあ、はい、交換ね。まあ、もらえるまんもらっときましょう。これで本当にいいのかな?よくない?まあそうだね。本質仲良くなったかって言われたらね。ユタです。わしだ、ちょっとお前に聞きたいことがあってな。アルポにさっき電話したんだが、様子がおかしくてな。何か知らないか?実はアルポ、カクカクシカジカで、って感じなの。まあアルポも悪いんだけどね。なるほどな。そういうわけか。今からあいつの家に様子を見に行ってくる。ユータ突然悪かった。まだな。ほら。じゃ私も行けばいい?アルポ結構落ち込んでたし、私も行ってみようかな。ですよね。行くよね。お前もこいつに言ってやってくれ。ふぬけにも程があるんだ。ふぬけ。この手のゲームでふぬけって聞くことないよね。何かあったの?どんぐりさん。傷つけてしまった彼女たちにな、お詫びのケーキでも作って待たせと言ったんだ。なのにこいつの第一声と来たら。ケーキなんて僕作ったことないよ。失敗するぐらいならやらない方がマシだ。なるほどね。でもさ、アルポ、失敗するとかしないとかそういうんじゃない、え?そういうんじゃないと思うんだけど。私もやることね。私もやることに意味があると思うよ。でも、薄っぺらいプライドを早く捨てるんだな。それはそう。うん、今そのぐらいの誠意を見せんと、お前一生このままだぞ。また僕一人でケーキ作ってみる。えら、誠意を見せるんだ。ありがとう、ユータ。どんぐりーさん。背後が焼けるな。女子は帰る。アルポしっかりな。なにこれ、ドブ?なかなかうまくいかないや。どんどん出したら逆効果だよ。確かにこれじゃあどうしたらいいかな。どうしたらいいかな?ケーキをうまく作る方法。なんか本とか、本なんて見てもでもあれか。どんぐりに会いに行けばいいのかな?とりあえず。ね。ケーキといえばっていう。今日も順調にストーリーは進んでるんですけど、なんだかんだのね。冷静にボリューム多くないこのゲーム。ねえ。よいしょ。ね。います?いなかったら泣くよ。いるね。はい。どんぐりーさん、アルポのことなんだけど、なんかうまくいってないみたいなの。そうか。でもしっかりやってるみたいだな。これをアルポに渡してくれ。なんか私になるだろう。あ、いいじゃん。よしよし。はい。
ぶけてくるわな。ね、これ届けたらこれも終わるか、ね、でもそろそろこの冬タウンも終わるんじゃないかなって思ってんだけど、でも冬が終わったら次何なんだろうみたいなねところはあるよね。さすがに外にはいないよね。ですよね。どれだっけ。持ってない。あったあったあった。うんうん、わかりやすいし、これはうまくいくかも。ありがとう、ゆうた。まあ、それほどでもって感じ。ケロベリーナ、メロリーナ、二人とも来てくれてありがとう。ごめんなさい、こんな僕を好きになってくれたのに。僕の無神経な行動で二人を傷つけてしまって。ミニケーキを作ったんだ。こんなひどいケーキで申し訳ないけど、もらってくれないかな。メロリーナ、私メロモナのケロベリーナ、ありがとう。アルポ君の気持ち伝わりました。私はあなたにあなたを許します。メロも許してあげるの。本当に？でもなんで？ケーキだってうまくいかなかったのに。あなたを見てると私たちのために頑張ってくれた姿は目に浮かぶんです。アルポ君もすごく反省して見てるの。許さないわけにはいかないの。よかったね。わ、埋まってる。結構な人数いたんだね、こう見るとね。やったね。ってことは次回、水晶いじれますね。うん。よし。ということで、今回この辺で一旦終わりたいと思います。次回で多分この冬エリアは終わると、思うんですけどね。はい。ということで、これで終わりたいと思います。バイバイ。